プレミアムバンダイ仮面ライダーリバイスデラックスバイスタンプセレクション0203でございます。平成仮面ライダーのレリーフがついたバイスタンプが続々登場というところでして、あ、ここだ口、そうですね、口ブラックの口、ここだ。仮面ライダーオーバーデモン、渋いし、かっこいいな。すごいな、この LED が。プレバンラボ Z、 俺たちプレバンマル秘情報発掘隊、私発掘隊隊長のオジロンズボンの篠宮です。そしてはい、そして発掘隊副隊長の今日のあなたの運勢、上か下か上にしてこう、声優の上にしてペレス、よろしくお願いします。この番組はプレバンことプレミアムバンダイについてどんどん深掘りしていって、プレバン知らない、おもちゃ詳しくないって方にも分かりやすくお伝えしていく内容となっております。はい、声優の鈴村健一さんと大阪亮太さんが毎月第3木曜日22時からニコ生&YouTube で生配信しているプレバンラボ、俺たちプレバン宣伝隊とともにプレミアムバンダイの魅力を紹介していきます。今回紹介するのは仮面ライダーリバイスデラックスバイスタンプセレクション0203でございます。いやー、イエスリバイスでございます。イエス、リバイスです。もう毎週毎週バイスタンプが活躍しておりますけども、ですね、あ、たくさんありますから、たくさん、あ、うん、そんなところでこれ出てくるんだよみたいなこともあったりとかね、ありますね、もう特に、まあ、今映っておりますけど、はい、まあ、びっくりしました、これ、これはね、これびっくりしました、ほんまに、ねえ、クワガタ、ねえ、兜からのクワガタですから、そう、あのね、こう助けに行くところね、うん、で戦わない、もうすっとこうフィン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 ってこう捕まえてもうすぐ逃げるっつって、あっつって、あそこって、あ、なんか掴んだけど、え、味方これ攻撃するのって一瞬思っちゃう人もね。はい、というわけでございまして、はい、今回もですね、開発担当の TK さんに声で出演していただきます。お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。すいません、お待たせしてしまって、はい、全然ありがとうございます。盛り上げていただいてありがとうございます。早速ですけど、ポイントの方お願いします。はい、ポイントといたしましては、平成仮面ライダーのレリーフがついたバイスタンプが続々登場というところでして、はい、02のセットにはですね、3体の仮面ライダーのレリーフがついているバイスタンプがありまして、03の方にはブラックがついているバイスタンプというものがどんどん出てきておりますので、まだ劇中で活躍してないものもありますが、活躍ぜひ期待いただいてというところですね、見どころとなっております。はい、じゃあ02の方からちょっと紹介させていただきますけど、こちら仮面ライダーリバイスデラックスバイスタンプセレクション02、平成ライダーの衣装が入った3種類のバイスタンプで、税込み4950円、はあ、受注期間は6月27日23時まで、お届けは9月を予定しておりますということで、はい、じゃあ TK さん、ちょっと、はい、詳しい紹介の方お願いします。はい、3つのバイスタンプなんですけれども、はい、左からトリケラバイスタンプは仮面ライダーアギトのデザインが、こちらですね、見えるかな、トリケラの後ろに黒いからちょっと見せ、もっと違えてくれアギトが、あ、どこ違えてくれ、あ、ちょっと見えるかな、頬も見えてどこアギトが、アギトのどこ部分がどこよ、上のところが上のこのここあ、そうここがホーンがあるように分かるかな、これがアギットのモチーフのバイスタンプですね、はい、デザインがされたバイスタンプで、はい、でマグネット面がトリケラとなっています。はい、はい、で続きまして、ハシビロコウバイスタンプは、まあ、カラーリングからもちょっとお察しなんですが、仮面ライダー響きとなっておりまして、その角がね、これは分かりやすいんじゃないですか、違ってくれ、違って、あー、もうこれはもうすぐ分かった、はい、もうほら角見えるもん、しのみさんカメラいじってるんですか、ね、カメラ係さんしてましたで紫と、まあ、赤色で、まあ、色からしても、もう響きの感じになってます。そうですね、これは分かりやすいです、はい、でマグネット面もこういう感じで、ハシビロコウ、ハシビロコウ初めて聞いたのハシビロコウ、ハシビロコウ大きい鳥ですよね、鳥ってことは分かりますね、鳥は分かるよ、分かりますね、篠宮さんが言ったじゃないですか、なんだろうって言ったから喋ったのこの形みたいな、これぐらい分かるわやまあそうでしょうけど、僕もそれぐらいしか分からない足びろ鳥なんだなって、ね、続きましてバッファローバイスタンプですね、はい、バッファロー、こちら仮面ライダーオーズのデザインとなっておりまして、色もまあ緑と黄色みたいな感じになって、ね、はい、なってるんですけども、オーズの、ね、オーズ面とこや、はい、となっていて、マグネット面がバッファローという感じですね、はい、でこちら玉木くんが、ウィークエンドライバーに刺そうとして取られちゃったやつなんですけれども、ってなったやつですね、はい、そうですね、こちらも活躍、
乞うご期待という感じの商品となっております、はい、こちらなんですけれども、はい、今までのバイスタンプと同様に別売りのリバイスドライバーにセットすると固有の変身音や待機音が発動しまして、うんうん、リバイやバイスのなりきり遊びが楽しめるという感じになっておりまして、なるほど、はい、で橋広バイスタンプに関しましては劇中でジャンヌが、はい、使っておりまして、大きい鎌にラブコフがなるような、うん、ゲノムチェンジをするようなバイスタンプとなっておりますので、うん、劇中再現遊びも楽しめつつオリジナルというか固有の音声も楽しんでいただければと思っております。なるほど、じゃあちょっとやってみてもいいですか。はい、そうですね、ちょっと順番に変身の音声を、はい、じゃあまず聞かせていただけると、トリケラからそのレリーフとなった作品の確かになんか印象的なフレーズをシンゴちゃんがね言ってる藤森さんが、うん、じゃあトリケラ、トリケラ、はい、という感じに目覚めよ、目覚めよ三角竜、はい、そうですね、ですよね、はい、目覚めよ、目覚めよその魂、ああ、ね、なるほど、目覚めよその魂、はい、アギボン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 懐かしい、はい、もう20年ぐらい前ですよね、アギドのケチコピですね、はい、これも必殺リミックス必殺をしていただければ、あ、わかりました、というような感じでトリケラのリミックス音という、なるほど、チェケラ、チェケラ、チェケラ、トリケラ、韻を踏んでるような、じゃあ続いて、はい、続いてハシビロコーの連動も、はい、それぞれ待機音が違うようなところもちょっと面白ポイントですので、なるほど、はい、結構ハシビロコーは個性的な待機音してると思いますので、なるほど、はい、楽しんでいただければと思います。じゃあいきます、はい、こうかな、ハシビロコー、はい、というような感じで、鍛えてますから、鍛えてますからにかかってるのは、はい、鍛えてますからにかけて、ハシビロコ動かない鳥なんで、あ、そうなんですね、はい、動かない鳥なんで動かず耐えてますからというふうに、なるほど、言ってますね、そういうことだったんですね、動かないで有名な鳥でして、はいはいはい、鳥、鳥のかけと響きでちょっとかけるみたいな感じ、なるほど、なっております、ハシビロコ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 、いきますよ、じゃあ、はい、リミックス、バディアップ、必殺ワビロワビロハシビロ、音差の音入ってますね、入ってる入ってる、頭ピーンってカーンってね、あ、そこでもフィーチャリングしてるんですね、はい、続いてじゃあバッファローの方も音声聞かせていただけると、バッファロー、バッファロー、カモン、バッバッバッファロー、カモン、バディアップ、突撃やろう、衝撃そんなエロバッファロー、明日のギャップがあればいいね、信号、信号マージュ、あ最後いいねそうか、そうか、あ、藤森さんもそういうところの属性、なるほど、これいろいろ由来を考えるだけでも楽しい、はい、そう、そうですね、そう、それ、そう、そう、それが楽しい、そうなんだ、楽しそう、リミックス、バディアップ、必殺抜粋抜擢バッファロー、というような感じがバッファローのリミックス音声と、ハシビロコーに関してはリベラドライバーとゲノムチェンジ遊びもできますので、はい、そちらで劇中再現遊びみたいな遊び方もできますというところで、なるほど、すいません、じゃあまたよろしく、はい、お願いしますか、ハシビロコー、
シビルコーン。やっぱこっちバージョンもいいっすね、はいはい、そうですね、原作再現というか、はい、大釜を持ったジャンヌという感じのものがこれで再現できるということですので、はい、まあ、その原作というか映像の再現をされたい方ももちろんですが、平成ライダー好きな方にご入いただきたいような商品となっております。ぜひコンプを目指していただければなと。いや本当、カマをあんだけ振り回すジャンヌすごい筋力あったんだなって今すごい、ね、今もうこれだけで筋肉痛になりそうな僕はちょっと尊敬です、それだけで。という感じが、はい、バイスタンプセレクション02となっております。はい、こっち並んでるのが02で、こちらに並んでるのが、カメラではリバイスデラックスバイスタンプセレクション03なんですけれども、はい、はい、こちらはですね、仮面ライダーリバイスに登場したクワガタバイスタンプ、アノマロカリスバイスタンプがセットになっていますと。まずこれですよ、これも TK さん、はい、ポイントの方よろしくお願いします。はい、こちらはですね、クワガタバイスタンプには仮面ライダーオーバーデモンズのレリーフがありまして、そうですね、リバイスライダーはそうですね、ライダーそのもののレリーフがつくので、オーバーデモンズがここ、ね、ついております。でこちらもマグネット面はクワガタになっておりまして、黒ですね。かっこいいね、やっぱなんかヒロイックですね、ヒロイックな感じですね。でもう一つがアノマロカリスバイスタンプとなっておりまして、こちらは仮面ライダーブラックがデザインされたようなものとなっております。やってください、やってください。え、ブラックっぽさどこある、あ、ここや口、そうですね、口、ブラックの口、ここ、あ、本当だ、あ、本当だ、この口ありますし、ここ上の方を見ていただくとちょっと見にくいかもしれませんが、ここに3本ライトあります。見え、カメラ上だと見え、見えにくい、どっからどう見てもブラックでございますわ、はい、というような感じですね。とクワガタバイスタンプに関しましては、デモンズドライバーと連動することでオーバーデモンズの変身音が鳴るような感じとなっておりまして、こちらはデモンズドライバーにもともとオーバーデモンズの音声を仕込んでおりまして、そのクワガタをこう認識することで初めて鳴る音声ですので、はい、デモンズドライバーお買い上げの方とか再販で買おうかなと思っている方はぜひご購入いただいて、隠された音声を聞いていただければという、隠し音声ですね。かっけえ、じゃあすごい、はい、じゃあ鳴らしてみましょうか。お願いします、はい、クワガタ、おディール、デリートアップ、アンノン、アンレス、アンリミテッド、カムライダー、オーバーデモンズ、うぃー、渋いし、かっこいいな、すごいな、この LED が、うん、いや、ほんと見た目にもそうだし、耳にもそうだし、はい、じゃあ続いてアノマロカリスバイスタンプの説明をさせていただきます、はい、こちらですが、劇中でオルテカが変身したデモンズが使っていたゲノミクスチェンジの遊びが、劇中通りに楽しめるようなスタンプとなっておりますので、こちらもゲノミクスチェンジ遊びをぜひしていただければと思っております。はい、いきます。アッド、デリートアップ、アノマロカリスゲノミクス、ぴょこぴょこしてるのちょっとかわいいですね。そうですね、全部 の動物がぴょこぴょことそこで動、うん、モニターで動くんですけれども、ね、というような感じになっておりますので、はい、ホーリーライブとの戦いでオルテカデモンズが出した3連ゲノミクスチェンジの遊びも、うん、このスタンプが出揃ったことでようやくできるようになりましたので、そちらもぜひしていただけるということで、こちらですね、はい、そうですね、バッタとスコーピオンですね。そしてじゃん、はい、これはできると、その3種類 で、はい、ですね、この3種類もしっかりとできるようになっておりますので、はい、やっちゃっていいですか。はい、お願いします。お願いします。いきます。アッド、ドミネイトアップ、バッタ、ゲノミクス、
アップ、スコーピオンゲノミクス。ドミネイトアップ、アノマロカリスゲノミクス。モアバッタ、スコーピオン、アノマロカリス、デモンズレクイエム。ふぅ、はい、すごいね、これ豪華ですね。どうなってんのこれいや見ても分かんないと思いますけどすごいねこれ。この状態で必殺技の操作を行いますと、デモンズレクイエムの必殺技が放てるようになっておりまして、バイスタンプは4つまで記憶できるものとなっております。4つ、すごいっすよ。デモンズドライバーのほぼ全てのスタンプを個別認識しますので、スタンプが増えれば増えるだけこの遊びの幅が増えるものとなっておりますので、そうですね、今回新たに発売するそのセット2種類の5つのバイスタンプもしっかりと連動するものになっているので、なるほど、あ、こっちも、はい、あ、そうですね、そうですね、ハシビロコードがもうしっかり出るようになっているので、お持ちの方は、はい、楽しんでいただければと思います。続いてですが、バイスタンプセレクション03のそのアノマロカリスとクワガタの2種類もリバイスドライバーと連動して固有の変身音が鳴るようになっておりますので、そちらもぜひ音声披露いただければなと思います。いいですか。はい、お願いします。ブラック聞きて、確かに、はい、ブラックもしっかりブラックっぽいものになってる、はい、なってると思いますのでまだ聞いてないですブラックっぽい早いです聞いてから言ってください、ね、じゃあやらせていただきます。どっちからいきますか。いや、それはやっぱりクワガタ。クワガタ。クワガタ。というような感じで、尖ったダブルカッターみたいなことを言ってるんですけれども、はい、こっちはオーバーデモンズのものになっているので、レジェンドモチーフの文言みたいなものは ない状態です、ね、なるほど、になっております。はい、ぜひリミックスも、はい、あ、できるんですか。はい、できますのでお願いします。というような感じで、なるほど、必殺新型この姿クワガタという感じですね。こちらのなんとなくですが、オーバーデモンズが新型みたいな話が出ていたことからクワガタとかけて、なんかそういう感じの構成になったんですね。なるほど、そういうことなんですね、はい、いきますよ、ちゃんかも、はい、続いてアノマロカリスお願いします。アノマロカリスいきます。アノマロカリス、アノマロカリス、ちょっと待って、これ聞かせて。よう口回んな。オッケー。時を越えろ、はい、時を越えろ、空をかけろの、はい、そこで倉田さんの、はい、はい、リミックスやります。はい、リミックスお願いします。いきます。というようなリミックス音声となっております。はい、はいはい、ということで TK さんありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。いや今日も濃い、いや、ここ濃いですよ、本当ここ濃いでしたね、本当にバリバリ濃かったですね。やっぱこうドライバーによって音声変わるっていうのは嬉しいよね、はい、そうですね、本当ドライバーもドライバーでそれぞれまた全部違った良さというか特徴がありますからね、うん、そう、特徴があるのよ、はい、でそれを確認するのも楽しいし、はい、当然こうバイスタンプだけでも楽しいし、うん、でなりきりアイテムとしても当然楽しいし、そうですね、もういろんな楽しみ方ができる。
はい、というわけでございまして、はい、今回ご紹介した商品はプレミアムバンダイで購入できますのでぜひチェックしてください。はい、この番組は毎週木曜日19時から配信中です。番組の感想はハッシュタグプレバンラボ Z をつけてつぶやいてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。